あるね。どうしたどうした。ヒノキ。食べて。お仲間が脱落。来るんじゃない。ちょっとなんかトイレ行ったりなんなりして。いいよ。行きやすか。はい、寒い。さあ、休憩は終わったので早々に出発を出しましょう。はい、あったー。あれだ。あれだ。集合場所。あ、いっぱい止まってる。あ、すごい。コンビニの駐車場がすごいことになってる。止める場所がない。これ普通の車入ってくのすごい気まずいやろな。すごいすごい。なんかもうここがちょっとした会場みたいになってる。場所がない。到着しました。カッパーズの中ではもしかして一番乗りってやつですか。一番乗りってやつ。ちょっと遅れるって心配してたの。珍しく遅刻してない。来たよカッパー。ごめんさにしてもさ、ここ出ないと出れないからさ。あ、でも多分一緒に行こう。あ、本当に？なんか音楽が。さあ、やっとみんな集合したから行きますよ。左。オッケー。子供が耳塞いじゃってたよ。これがアメ車のイベントよ。会場に到着しました。変身します。マスクするだけじゃん。イベント会場に到着しまして、あなたの後ろが今すごい景色になってます。、ね、すごい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 ことになってる。で、約1時間半ぐらいかけて、そう、走ってきたんだよね。走ってきまして、水温が190ちょい、うん、ちょっといつも高い ね、やっぱり。で、この上が何度だ、 37.2。 おぉ、マイナス50度だから20度ぐらいはやっぱマイナスだね。まあ外気はだいぶ全然低い。うん、全然低い。これはあれじゃないですか、結構優秀な
だいぶ優秀なダイナマットは効果がある、ね、やっぱりなんかあれだね、ハイエースとかキャラバンとかも、うんうん、そうだね、うん、シート下やったら多分全然冷えが変わってくると思うね、うん、特に商用的なやつは、うん、ファンが回り始めました。じゃあちょっとイベント会場を見て回って、うん、いろんな車を紹介できたらね、って思います。いるよ。面白いイベントだな。たまちゃんが所属しているカークラブカッパーズっていう人たち、テント設営中。でかいわ。でかっ。T シャツ買ったやつ新しい納品されたんですね。新しいカパーズいいじゃん、うん、なんかでかくない？最近太ってるから最近太り始めてたから、うん、そうだね、お互い太ってしまったからね。私前回より全てワンサイズ大事大事、もう戻る気がないってことだ。これでもうちょっと太れますダメじゃんT シャツをもらいに来ました。はい、ありがとうございます。どんな、どんな、かわいい帽子、かわいいね、いいじゃない、うん、ステッカー買おうかないいじゃん、ステッカーをください。一組に、あ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ステッカーをゲットしましたどこに貼るの？ステッカー貼る場所ないのに買っちゃうよねよくわかんねえなこの人、買っちゃう。多分これあの前回に開催したやつも買ったやつがそのままどっかに買った意味、記念品だね記念品、記念品ね。お店がいっぱい出てます。17万でヘッドライトあるやん、いい案件今買おう。17万合う？17万俺も今買おうかな。じゃあ俺も買います。どうやって？やっぱ持っとる。どうやって買うの？これ後で振り込め。振り込めで大丈夫です。それ今日ソールドアウトも。どうしよう。え、買おうかな。ちょっと、ちょっと、ちょっと、本当にちょっとあれし。自分と話させて。17万のライトを今この場で買おうとしてる。超レアやで、ね、やばい、超レアやでね、やばい、金があったら見ましょう。やってるっすね。え、こっちも同じ値段、そっちも同じ値段です。ちょっとお前どっちがいいっつったじゃん。どうして前、セイ君の見てる。いいな、いいな、これ17万いけるよ。マジで？もうタバコやめなきゃダメだよ。ああ、タバコやめたら買っていい？すごいやめるかも。初めだけ。どうしよう。もう買ってしもたらこっちのもの。ないよ、ないない。やばい、みんなが煽って。これ買わないとね、もう二度と出てこない。泣きそうなんだけどもう。すげえ、いけられちゃうもんね。そっか。直圧されちゃって。でもこれ本当にないわ。いや、俺これずっと欲しいって言ってたんだよね。言ってたね。あ、でも欲しいんだったらね、出てこない。また台湾で作ってたりすれば別だけど、こんなにへこみのないやつないよ。ないっすよ。カチャ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 、楽しい、超欲しい。だって清水さん買ったじゃん。そうだよ、ビビったもん。好きにして、間違いないね。じゃあ買います。はい、やったすごいな、こんな部品が17万もするんだ。いや、もうこれ1週間飲めるよ、これで
ちょっと、たぶん。いや、ちょっと。買っちゃったじゃん。買っちゃったじゃん。いや、よかったね。これはいい。いい買い物だよ。まあ、あなたはよかったよね。いい買い物だ。もう、あれだ。我慢しよう、いろいろ我慢する。あの人たちだって俺に買わせるだけ買わせてどっか行っちゃう。もうトコトコトコ。ランブラー。やれやれだね。本当だ。出た。ウィネベーガ。かわいいなこれ。でか。超でかい。うわ中広。すごい。すごいな広い。夢があるね。何？トラックみたいな。これ、ね。これもフォードだ。フォード。フォードは基本可愛いよ、ね。可愛い。すごいこの車初心者マーク貼ってある。本当だ。うわすごいこの車。かっこいいよね。何これもうベタ好きじゃん。すげえ。わしらは完全に前。マウスが。本当だ。かわいい。かわいいね。すごいな、面白いな。うん。すごい。すごい。フリマで買ったマフラーをその場で交換する。すごい。すげえ。ウケるね。こういうとこだね。こういう人たちのクレイジーなところ。ウケる。ウケる。これが元々あったマフラーだ。すごい外れたマフラー。すげえ。新しいのつけるんだ。いやー楽しみだね。ほらかっこいいじゃん。うん。ね。もうそのなんか手垢をすげえもう拭いてあげて。え古い方が来てなかったから。もう穴開きそうだった。もうサビサビで。いくらで購入しましたか。いやもうめっちゃ安かったっすよ。2万元のがね、元のはこれ5万円。おお倍で、これ売るのここで売る1000円。もう持ち帰りたくない。お疲れ様です。静岡のイベントが終わりまして、終わりまして、これから伊豆に向かいます。伊豆に向かいます。宿、お宿です。お宿に向かいますよ。はい。でもここからまだ2時間ぐらいかかるよね。ね、うん、結構ある距離ある。まあゆっくりそう、ね、ドライしますね。うん、行きましょう。はい。伊豆月ヶ瀬の道の駅に寄ってみました。根昆布だし入れて、たまちゃん入れて。箱買いしたやつ買ってく。 Thank you。 熱いな、うん、これも美味しいよね、普通に。 ね、お出汁として。二醤油究極の卵かけご飯食べてみませんかって書いてある。すごい。いただきます。いただきます。どうなん。ウニだ。本当に。マジでウニだ。本当にすごい。食べて、匂いがウニ、うん、食べてみて。ウニだ。ウニだよね。めっちゃうまい。これめっちゃうまい。美味しいんだ。うん、これめっちゃ美味しい。あ、これ絶対買ってく。海醤油。これは買ってこれ買っていこう。わさび。やっぱ伊豆と言ったらわさびかな。チューブの普通のやつ。こっちの方がいい。うん、いいんじゃない。量がさ、そっちの方が少ない割には、うん、
お高めやから美味しいんかも。いやもうとりあえずウニ醤油がもう美味しすぎて、美味しすぎてほんま箱買いしたいぐらい。うん。フロントこっち。あ、なんかすごい広い。うん。すごい、すごい、すごいあれだね。和だね。和だね。浴衣を選ぶ。ねえ、さっきたまちゃん、俺得るかなって言ってなかった。若干聞こえてる。俺得るかなって。俺は部屋にあるらしい。ああ、よかった。うん、うん、よかった。迷路みたいなとこだね、うん、やばい、もうすでに迷っている。発見しました。本丸2です。しまった。閉めちゃった。到着到着よりすごーい、すごーい。内湯、宇宙付きです。ああ、壺湯、壺、壺、壺ぼぼぼ、すごいね、とってもいい部屋で、めっちゃ広いな。浴衣、二人で浴衣着たの初めてちゃう。そうだね、着物はあるけど。うん、これから貸し切り風呂に向かいます。貸し切り風呂。家族風呂、家族風呂。露天風呂、ヒノキの大きな桶の風呂。ああ、そんな感じなんや。じゃあ露天の方がいいね。あ、でかい。あ、じゃあここにする。いよいよ、いらっしゃい。何屋さんなの。お風呂屋さん。お風呂屋さん。お風呂は、こっちはヒノキ。いいじゃない。匂いする。あ、ほんま、ヒノキの匂いする。すごい、ゆっくり入ろう。どんぐらい。たまちゃんと一緒ぐらいでいい。召し上がれ。いただきます。いただきます。刺身のサラダ。あ、そうなん。あ、ほんまマグロが入ってる。湯豆腐と、うん、アジの干物。美味しい。うん。味噌汁はここで温めたやつをお椀に移すパターン。マグロのたたき。マグロのたたき。久しぶりだな、なんかこういう朝ごはんね。うん、味噌汁から行くっすね。うん、めっちゃ塩。ちょっとサラダ食べてよ。そう、サラダ食べて。美味しい。たまちゃんがお刺身っていうか、お刺身やと思って楽しみに口に入れたのにさ、うん、トマトのジェル。トマトゼリーが刻まれて入ったやつがマグロっぽく見えた。あるある。はい、綺麗に食べ尽くしましたね。ごちそうさまでした。はい、うーん、めっちゃもらった。宿を後にします。うん、チェックアウトし。嬉しいな。これ温泉じゃん。暑いよ。温泉や。ほらこれ、陶器の湯たんぽ。使えるのかな。陶器の湯たんぽすごいよね、これ。いいね。かわいいお地蔵さんみたいなのもいっぱいある。あ、本当だ。あ、本当だ。すごいいっぱいある。昨日の夜わからんかったけど。ね、暗くてね。雰囲気いいね、ここね。雰囲気いいよ、これ。すげえ安いし、うん、最高やった。ね。なんかあれだね、やっぱりホテルより旅館の方がゆっくり休めていいね。ここは花のおもてなし南楽。まあすごくいい場所でした。
最後に一言どうぞ。ハッピーにしよう。はい。It's too late now to turn around and back again。あ、あるね。あ、それもダンパーじゃない？久しぶりめっちゃいいやん。あ、いい感じ、いい感じ。良い良い。白浜の駐車場に着きました。いつもの柴本さんと合流。おはようございます。Summer snow, when it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and starts?Until your legs gave way, then you cried and got back up again. And it's real to think that I could fly across a broken bridge in the fading light. Never thought I had on my two feet, never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky?金目鯛の煮付けをもらいました。ショコは知らない間に食べちゃった。やっと血糖値上がってる。美味しい？うまくて美味しい。何が？ M コーヒー。M コーヒー懐かしい。超ロングセラーだよ。糖質たっぷりある。昔からある。マックスコーヒーと同じぐらい甘い。もらった金目鯛、わざわざここまで持ってきてくれた。食します。お袋の味や。お袋さん金目鯛の煮付け作ってた。甘くて美味しい。あーすごい、本当だ。最近ハマってる一
カの塩辛みたいな。ウニしぐれ、ウニ醤油を買ってなおもウニしぐれを食べる。さっきまでお腹が空いてやさぐれてたショコがしぐれを食べる。血糖値上がってきたから元気になる。よかったね。サザエコリコリの部分も美味しそう。美味しい。弾力がすごい。それともう一本はアワビ。アワビいっちゃってください。美味しい、うん、さっき取ってきたやつだからね。タマちゃんノーコメントこっち美味しい。美味しい。いただきますか。はい、アワビをいただきます。あや何あや無理くない。これやばくない。ステーキだ。うまいこれ、うん、なかなか口からなくならんやん。ずっといる。おいしい、うん、よかったね。あの GoTo のうんうんクーポンね、3000円分もらえたから、うん、全部賄えた、ね、うん、よかった、うん、じゃあ帰りにとりあえずちゃんとしたご飯を食べ、そうね、ご飯食べ行こう。うん、何時間入ってた海。旅館で朝飯食べて、うん、9時半ぐらいに入って、うん、12時ぐらいにコーヒーブレイクして、うん、2時半まで長く、ね、食べないで。長かったね。久しぶりにそんなに入った。途中でレッドブルに翼を授けてもらわなあかんって言ってたもんな、うん、帰りね。必要だね。ご飯食べて、うん、ソフトクリーム途中で食べたいな。まああったらあの伊豆高原プリンとか。あ、伊豆高原プリンいいね。うん、それ買ってこっか。買ってこう、うん、そうしよう。はい、船盛りが来た。すごい。サザエ、桜エビ、アジ、ヒメダイ、ヒメダイ、マグロ、カンパチ。盛りだくさん。ツンツンしてる。ゼラチン？目食べれる人やっけ？目食べれる人。これ何だ？なんか出てる、うん、なんか出てる。ぽいね。うん。アジ。青物苦手やったのにね。そう、青物が食べれるよ。うん。うん。うまい。うん、うまいよね。塩辛みたいな。あ、それ何やったっけ？おき漬け？おき漬けじゃない。うん。おいしい。絶対ご飯に合うよな、うん、絶対ご飯に合う。キンメから食べるっすか。キンメから食べる。おいしい。ウルトラシー。まあいっか。アラ汁食べてプラス250円でキンメのアラ汁になる。おいしい、うん、なんだっけ、何で色つけたんだっけ。あ、口なしで色をつけたんだ。郷土料理って言ってたね。普通の白ご飯と味は変わらないって言ってたね。大きいね、一口が。ご飯。今日はどうでした。天気良かった。運転が楽しいです。どこまでも行きたい。どこまでも行こうじゃん、ね、なかなかの距離がある。
京の口。そうね、一回静岡行ってるからね。よく走るみたい。すごい優秀、ね、うん、大事に大事にね、一生大事に、ね、するからね。一生ものですよ、この車は。すごい、こんなに種類いっぱいあるの。ベーシックとクラシック。セルフレジなんだね。すごい。トイレ行きたい。おばちゃんスタイル。芝生の上にプリンを置いて自由に撮影してください。牛は自由に動かして OK です。牛が食べたそうにしてる感じにしてみた。また非常食つけてんの。ベタベタ。あ、気持ち悪い。まあまあでかいソフトクリームを一人ペロンって食べたもんね。一瞬で食い荒らしてやった。びっくりした、ほんま早くて。溶けちゃうじゃん、早く食べないと。違う、おトイレ行ってる間に全部食べちゃったもんね。だって溶けちゃうじゃん、早く食べないと。さすがよ、寝る。イエーイ。さあ、帰るぞ。帰ります。到着。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなかの長旅で。ねえ、長かったね。じゃあ今から荷物を下ろしましょう。そっか。